せーの、ほばやみんです。今日ですね、栗木専門店みたいなところに来てるんですけど、まあ、私たちの今顔を、ね、見ていただいたら分かるんですけど、このニキビコケコケ野郎と睡眠不足女、これは今化粧で作ってるんですよ、2人とも。でね、まあ、皆さんクマとかニキビとか顔がこけてるとかいろいろね、コンプレックスはあると思うんですよ、日常でね。でもプリクラって自分のコンプレックスとかをすごい消してくれるじゃないですか。今日はですね、プリクラで自分たちのコンプレックスがどこまで消えるのかを検証してみたいと思います。イエーイ。ということで、今私たちはクマとニキビ野郎なんで、これが実際プリクラを撮ったらどこまで消えるのか早速撮っていきたいと思います。顔怖すぎやろマジで。てか、デブっていうコンプレックスどうにかならんから暗い。私ハロウィンメイクやんかな。これはガチで森に行こう。韓国語に、韓国語になってる。消してくれるんかなこれ。何が一方やね、どこが可愛いね、クマやろ。お世辞がな、うまいな、機械の女。こういう撮影ジジ一人撮るの。はい、ということで、撮れたんですけど、実際画像見てみな分からへんから、そうちょっと画像の方だけね、ちょっと落書きさせてもらって、はい、そちらの方をねお見せしたいと思います。どうぞ。どうぞ。はい、ということでね、撮ったんですけど、まあ、プリクラ皆さん見ていただいたと思うんですけど、はい、ジンジンはなんかここのな、この一瞬こけてる感じでここに、茶色のシャドウを塗ったんですけど、それがもういい具合にこの効果に。でも私はもうただの、多分プリクラからしてもただのハロウィンメイクやったみたいで、全然真っ黒でした目も、口もなんか変に色つかへんし、なんか変やったよな。まあ、でも漏れてはいる、まあ、プリクラやから。そうなの、可愛いね。変な顔でも可愛かったし、プリクラやから。だから検証結果はですね、可愛くはなんねんけど、クマが多い方はただのハロウィンメイクやと認識されるということ。なるほどですね。でですね、まあ、今回プリクラね、撮ったんですけど、これをですね、全部で4名様にですね、こちらの YouTube をチャンネル登録していただいた方と、あと Twitter のパカラフィーズ田中がジンジンの Twitter をフォローしていただいた方、抽選で4名様にこちらが当たりますので。いるかしら。いるんですかこれ。いるかしら。誰もいるんかしら。私もいらん。もらっていただこうと思ってね、サイン書いたんですよ。いらん多分。応募来なかったら燃やします。ありがとうございます。分かった。じゃあな、みんなが絶対欲しくなるあれお待ちなしだろうな。もういらん、一番ほんまにやめて。スリ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 。はい、ということでこれ絶対欲しくなったと思うんで、マジでいらん。私たちのフォローを してもらって、チャンネル登録もよろしくお願いします。当たった方にはですね、今年中に DM が届くようにするので、はい、はい、お待ちくださいませ。フォローの方絶対よろしくね。はい、お願いいたします。そう、ツイッターもそうやけど、インスタグラムもやってるからね。インスタグラム、インスタグラムフォローミーやから、まあ、よろしくな。でも、まあ、こんなスリスリしたから多分みんなフォロー外す人事のやつ。ほんまにやめてくれ。わっそいわっそいわっそいわっ